お客様、うーん、どうも、んにちはです。今回はですね、彼女、作ってみようかなと思いました。えー、最近 YouTuber さんとコラボして、髪型と服装をね、まあ、選んでいただいたんですよ。その結果、思いのほかね、僕、イケメンになってしまったので、まあ、これを機に、本語教えて、彼女をね、作ってみようかなって思ったんですよ。まあ、これもね、イケメンの宿命、まあ、使命、まあ、償いなのかもしれないですよね。 やっぱね、イケメンをね、シングルで放置しておくのは、まあ人類にとって損失ですからね。そもそも、女性に告白して彼女を作るっていう古風な方法は、もうオワコンだと思うんですよ。時代はネットで自己紹介をして、お互い良さそうな人にアタックするっていうのがベストだと思うんですよ。 そうすれば、付き合う前からある程度相手の性格とか好きなもの、考え方などが共有できて、付き合ってからやっぱり会わなかったなとか、いやちょっと別れたいな、結婚はちょっとできないなって考えた時に、どうやって別れるか考える無駄な時間を減らすことができますよね。そしてその付き合った時間、結局他のベストな相手と出会う確率、時間が失われてしまいます。なら最初から、 もう最初の段階である程度性格があって、相思相愛である状態からスタートした方が、まあやっぱりコスパいいですよね。まあ普通だとデートの回数を増やして、徐々に相手の好きなものとか好きなことを聞き出して、えー、お互い好きかどうかな、どうかな、付き合ってうまくいくかなって検討すると思うんですけど、もうこの労力をもう完全に減らして、もうすぐに、まずは付き合う。その後、 結婚する。そういったね、スピーディーなコスパ最強の付き合いが、この方法だとできると思うんですよ。えつまり、僕のことをすでに知っていて、その視聴者の方と付き合うのが、まあ、まさにコスパ最強であるということになりますね。までは最初に僕の情報からね、ご紹介しようと思います。まあ、平成元年の5月23日、まあ、現在31歳となりました。で、車、ボロいですけどね、一応あります。えー、家が、まあ、一応ボロいですけどあります。 で、庭でね、キャンプができます。で、スポーツもね、得意です。で、何でもね、OK です。何しても OK。で、性格はね、地位牛です。えー、そしてね、住所はここですね。だから、まあ、この周辺で住んでる方が一番ね、デートしやすいのかなと思います。あまりにもね、遠すぎるとちょっとね、お互い行くのだけでも大変なので、まあ、最 全体でも旭川くらいまでだったら、まあ、僕も行けなくはないかなっていう感じですね。まあ、逆だったら室蘭とか、そのくらいまでだったらまあ全然行きます。で、彼女の立候補者はですね、えー、彼女を作る、そして、えー、彼女を作る様子はね、えー、動画のネタにしようと思ってます、えー。良い人がいたらね、もちろん本気で付き合いたいと思ってます。でしかしね、ネタにしてほしくない場合はネタにしませんので言ってください。えー、そのため、 事前にネタにしていいかダメか。まあ、こちらのテンプレートに記入していただいて、えー、その内容を僕のツイッターのダイレクトメッセージに送ってください。動画の説明欄に僕のツイッター載せときます。で、まず顔出しは OK か NG か。モザイクありだったら OK か NG か。そもそも動画撮影が OK か NG か。まあ、動画撮影も全部ダメだったとしても、後日談くらいだったらいいですよ。もしくは後日談も喋らないでほしいと。それもどっちでも大丈夫です。 でデートする場所も行ってください。何々、しらへんで遊びたいですとか。で、何するかもある程度教えてください。まあ、詳細じゃなくてもいいけど、まあ、ざっくり、どこ行きたいなとか、動物園行きたいなとか、まあ、何でもいいですけど。で、プランは、まあ、これ、僕は適当に今考えたものなので、別にこれじゃなくてもいいんですけど、まあ、ざっくりとね、思ったのが、まず12時くらいに集合して、まあ、事前にご飯はね、軽く食べてきてほしいなと思います。理由は、僕、お腹が弱いので、 食食べべるるご飯を食べるとトイレに行きたくなっちゃうんですよだから僕はあんまりね初対面の方と一緒にご飯っていうのはねあんまり食べたくないんですよねそして集合したらデートをして、まあ、18時にはまあ強制的に手をつなごうとそういったルールにしようと思いますこれはまあ一応彼女募集企画でこういったルールがなければ多分ね僕から手をつなぐってことは <laughs> ないんですよ僕チー牛なんでチキンなんで僕から手をつなぐってことはまず なくなってしまうのでまあここでまず強制的にルール上手をつなごうと <laughs> 決めましたそして19時くらいにね解散 LINE を交換して、まあ、解散という感じにしようと思いますで僕自身人見知りなので初対面でもうこれ以上長い時間一緒に過ごすっていうのは結構ね厳しいのかなって思っちゃうんですよまあもちろん僕だけじゃなくて相手の方も初対面で動画で見てるとはいえ初対面でねもうこれ以上長く,く結構このくらいがギリギリだと思うんですよね でもしね、それで気が合えば、その後も会えばいいし、気が合わなければ、まあ、別に連絡しなければいいのかなと思いますで。条件はですね、特にありません。顔写真を送っていただく人も、年齢を教えていただかなくても OK です。えー、僕自身デート経験がほとんどないため、おわさび程度で応募していただいても構いません。えー、僕と付き合う気が全くなくても OK です。 で日はですね女性分1万円までなら僕が負担します。で、デート経験が乏しいのでわからないんですけど、まあ1万円くらいあれば、1日足りますよね。<laughs> 足りないのかなよくわからない。まあでもそもそもね、高級志向の女性とは付き合いたくないので、まあ、1回でそんな何万もするレストランとか、まあお遊び場とかわからないけど、まあプレゼントも別に僕はする日予定もないので、まあ大金を使うことは。 しないかなと思っておりますで応募例ですねまあ、YouTuber なのでデートコラボしたいって方、ま方ぜひ応募していただいて OK ですぜひ僕もねそういったコラボ企画やりたいなと思ってますで一人でキャンプ行くのが恥ずかしいから一緒に来てほしいって方でも OK です、えー、行きたいお店があるけど一人じゃ恥ずかしいから一緒に来てほしいですって方もまあ、ついてきます でデートの練習をしたいって方も OK です。そもそも僕がもうレデート練習をしたいと思ってますので一緒にデートの練習ができればと思ってます。で一緒にプール行きたいっていうね感じのものも OK です <laughs>。初対面で,で一緒にプール行きたいってい人もなかなかいないと思うけどね、で和弘の家でね BBQ をねしたいって方も OK です。庭が広いのとまあ適当なブロックがありますんでそこでね焼き肉もできます。たぬきちなでなでしたいからうちに行きたいって方も OK です。ただね結構家は汚いですから来る場合は頑張って掃除します。 えー、ここナショをなだなでしたい方も OK です。で、和弘君と付き合いたい方ももちろん OK でございます。NG はですね、彼氏がいるって方ね、なんか後々面倒になると面倒なので、まあ、これは NG にしようと思います。で、ホテルでプロレスしたいって方も、僕はね、体を求めてるわけではございませんので、NG としたいと思います。僕のね、体だけを求めて応募してくるのだけはおやめください。 えー、まとめますと、彼女ができるまでこれはね、募集し続けようと思います。動画のネタにされたくない場合はデートするだけでですかそれでも OK です。えー、ご応募、ぜひともお待ちしております。いやー、来るかなーまあでもなー、10人は来るやろなー。まあ多ければ100人。うん。まあ少なくともゼロはないやろな。うん、0はないやろ。